おはようございます。風が強くてですね、それでなくてもボソボソですが、風があるので余計今日は、ボソボソで申し訳ありませんが、台風が来てるみたいですね。私ちょっと台風が今どこにあるか知らないんですが、おはようございます。お元気でしょうか。ここはですね、いつもと同じ鳩がいます。鳩ボックス、はい、鳩ボックスですね。はい、太陽さん、ごまちゃん、アンリビさん、まりちゃん、おはようございます。おはようございます。納豆さん、おはようございます。ではですね、まず皆さんの中で、集会を見た方もいらっしゃると思うので、まず集会はすごい集会感想スタート、集会感想スタート。あやこさん、ハレルヤ。集会感想スタート。綿菓子綿菓子みたい。納豆さん、髪の毛ふさふさですね。はい、感想、皆さん見られた方いませんか。放送見られた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。感想ないですね。はい、感想あまり見てらっしゃらないかな。はい、見た方はですね、後でも結構ですから感想を打ってください。それではですね、まあ、私の感想ですが、昨日はですね、昨日のデビット・テラー氏のメッセージはですね、そのイエス様が日本に、その来られるというのは、まあ、もちろん再臨とは違いますね。イエス様が来るというのは いくつかの意味があります。一番の意味は再臨です。再臨は本当に最後の最後、人類の、まあ、最後の最後にイエス様が来られます。それを再臨と言いますね。モンカさん、テイラーさんが人間に認められるというよりもイエス様に認められてもらう方が尊いと話していたので感動しました。その通りだと思います。そうですね、昨日のメッセージの中にそれがありました。多くの人はですね、神様のことよりも人間に評価されたい、人間に受け入れられたい、人間に愛されたい、それゆえにその人に、まあ、委ねる、おもねるというか、人におもねてですね、コントロールされてしまうみたいな、まあ人間を偶像視していると言いましょうかね。彦さん、おはようございます。多くの人はもちろん私たちはね、神の愛でイエス様を一番としてね、イエス様を一番として人も愛さなきゃなりませんから、人へのまあ理解とか人への配慮はとても大事です。しかしそれはイエス・キリストにあってのことであって、イエス様よりも人間の方を大事にしたときに、そこに、偶像人間を偶像化してしまうわけですね。イエス様を一番にしてこそ、イエス様を一番にしてこそ人に対して初めて正しい対応ができるのです。イエス様を知らずに、イエス様を信じないで、人に対して正しい評価が、人に対して正しい対応ができないのです。多くの人は、そのことで苦しんでいます。多くの人は
人間関係で苦しんでます。どう対応したらいいのかわからない。人間に対してどう接したらいいのかわからない。それは人によっていろんな対応が違いますから、その振り回されてしまうんですね。いろんな人のあり方、考え方によって振り回されてしまいます。しかしイエス・キリストを信じて、イエス様の教えの中で対応すれば正しい対応ができるんです。リボさん、おはようございます。私たちは信仰のゆえに、例えばお酒を拒絶したり、偶像崇拝を拒絶したり、不貧困を拒絶する必要があるのです。多くの人は、上司に言われたからお酒飲みに行ってしまう、上司に誘われて不貧困をしてしまう、家族に誘われて偶像崇拝をしてしまう、そういうですね、人間関係が、偶像になっていることもあるんです。でも私たちは、イエス・キリストにあっての人間関係です。正しい愛し方、正しい愛し方があるんですね。ですから、私たちは相対的な関係の前にまず絶対的な関係が必要です。リンダさん、おはようございます。相対的な、私たちの人間関係は網で相対的な関係です。しかしイエス様との関係は絶対的な関係です。つまりイエス様が絶対的なお方です。決して変わらないお方、決して、その真理が変わることはありません。ヒットさん、おはようございます。ですから私たちは、絶対的なイエス様との関係の中で相対的な人間関係を持つ必要があります。ですから私たちは、イエス様との関係の中で生きています。それが信仰です。そして、デビッド・トラシーはですね、日本に、イエス様が来る、そしてどのような形で来るか、一つの形はですね、雲に現れるということですね。いろいろな写真を見せていただきました。世界中にですね、この雲の中に顔が出てくるんですね。雲の中に顔が出てきます。日本もですね、近いうちに、雲に顔が現れて、その、多くの人が、その、雲に現れた顔を見るということです。場合によってはニュースに出るそうです。どっかの国では、その、雲に現れた顔のことを、ニュースで放映していたそうです。風で飛びそうです。はい、そしてですね、ぜひ皆さんちょっと覚えておいてください。これからいつか分かりませんが、近いうちにですね、この雲に顔が現れるという、ことが日本にあるということ
心に覚えて、もしあったら私に教えてください。そういうニュースがもしあったらですね、ぜひ、私に教えてください。この放送で、ね、発表したいと思います。日本に、雲に顔が出る、雲に顔が出るということがもしあったら教えてください。イスラエルがですね、あ、青森県になりました。花さん、おはようございます。イスラエルが荒野で40年間、こう旅をしました。その時ですね、火の柱、雲の柱でイスラエルを導いたということがあります。その時ですね、聖書の箇所にですね、雲から見下ろしたとかですね、何でしょうかね、雲から神様が見ているとか、そういう記事があります。そういうことで、その雲がですね、雲がその雲の中に顔があったんではないかと、そのように推測します。はい、ヒットさん、ペリスコープで見れましたか？どうですか？どなたかペリスコープで見た方いるでしょうか？今日もですね、今日も中野ゼロホール、小ホールで、朝11時と夕方6時、2回、最後ですが、最後で集会があります。11時と6時に、集会があります。ぜひ皆さん来れる方は来てください。来れる方はぜひ来てください。もし、来れない方はですね、ペリスコープというサイトで、JMMI というチャンネルで放送があります。あ、文化さん、昨日早速ペリスコープで見ました。教えてくださってありがとうございました。見やすいです。そうですか。モーコさんはペリスコープで見ました。 JMMI という、チャンネルです。あと Facebook ではですね、ジョイアロマ JOYAROMA カタカナですね。アロマカタカナ、ジョイアロマでも見ることができます。レッドさん、日本人はイエス様を信じないから台風とかよく来るんだと思います。まあ、そのイエス様を信じないからというよりも、神様は、日本を変えたい、日本を清めたいということではないかと思います。今回の台風10号もこのデビットテーラー集会、それからジーザスレインズ、それから、終戦の日が昨日でした。この4つが重なっている、セミがすごい、4つが重なっている。これは偶然ではなく神様の計画ではないかなと思います。ユウさん、見ていましたが途中で切れてしまいました。残念です。女性の方が泣いてらっしゃってすごく感動しました。そうですか。土地で切れちゃいましたか。あ、申し訳ありませんでした。そうですか、土地で切れちゃいました。はい、そういうわけで皆さん、あとですね、デビットテーラー集会の後に、雨が降る、大雨が降るという、そういう何か印があるそうです。以前もそういうことがありました。今年どうなのか分かりませんが、もしかしたら今日明日雨が降るかもしれません。まあ、台風が来てるから雨が来てもおかしくないんですけど、デビットテーラー集会の後、あと大雨が降るという、そういうその印があるそうです。
4日の集会のうちもう3日終わりました。あと1日、今日だけです。今日だけです。今日楽しみです。私も仕事はありますけども、今日1日、仕事を全うしたいと思います。いろんな、もうすでに証がありまして、一人の、まあ、その来てる方がですね、何かあの、爪の中になんかトゲを深く刺してしまったらしいんですね。でそれが取れなくて困ってたらしいんですが、昨日の集会中にですね、あの、このデビッド・テイラー氏が祈ってる時に、そのトゲが出てきたそうですね。トゲが出てきて抜けたそうです。よかったです。結構深く爪の中にトゲが刺さったらしいです。祈り中に出てきたという証をしてました。それからある女性はですね、集会に来て5分ぐらいしたら、それはあれだったかな、放送のリスナーのことだったかな、あのリアルで来た方が言ってました。リアルで来てる方もですね、その集会に来て涙が止まらなかったと、涙がたくさん出たという人がいました。いい証がたくさんあります。またですね、今日2回集会がありますから、また証がたくさん出てくるかもしれません。明日の朝もですね、あの、この朝の放送できると思いますが、その時に今日の証ができるかもしれません。はい、彦さん、デビット・テイラー集会放送しますよ。Facebook では、ジョイアロマというチャンネル、ペリスコープでは JMMI というチャンネルで、今日の午前11時と夜の6時2回デビット・テイラー集会する予定です、ね。できないかもしれませんが、する予定です。それでは証タイムいきましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、今までは人間とか自分を頼っていたけど、今、この宇宙を作り、世界を支配している神様を頼るようになった証。イエス様を信じて、人間ではなく、イエス様を一番にするようになった証。スタート。シニマスさん、私も昨日10日ぶりに すいません、ちょっとね、コメントが見えなくて、
コメントが、ノアの洪水の時ですね、ノアは鳩を飛ばして、水が引いたかどうかチェックしましたね。最後に、その鳩が、オリーブの木を加えてきました。それで、地上が現れたということが分かったんですね。その次に鳩を飛ばしたら戻ってこなかったということです。それはもうその地上に鳩が住んだということですね。モンカさん、以前は人間の評価ばかり気にしていましたが、今はイエス様を一番にし、イエス様の御言葉を食べて生きるようになりました。イエス様に認められたいです。アメン。どうして、あとはどうして平和の使者なのですか。まあ、非常にこう人に、懐っこいと言いましょうか、そのついたり噛みついたりした鳩はですね、まあ非常に穏やかというか、で鳴き声もポッポッポッ、鳴き声もなんか優しい鳴き声で、オリンピックは偶像なのでやめるべきでしょうか。由来が悪いですね。由来がね、ギリシャ神話ですからね、やはりその由来が悪いです。マリンさん、風強くないですか。風強いです。風強いです。ノアはイエス様がまだいなかったら地獄に行ったのですか。わかりません、わかりません。あ、もちろんノアさんは地獄にじゃないと思います。ノアさんは天国に行くと思います。その洪水で箱舟で救われるということは、それは救われるということを表してますから、当然ノアさんは救われたと思います。ズニャンさん、ハレリア。はい、ちょっとですね、証が少、最近少ない、証が少ないんですね。あ、ユウさん、私はずっと誰も私のことを助けてくれないと思っていました。そしてたどり着いたのはイエス様です。イエス様だけが私を助けてくださいます。イエス様だけが私を助けてくださいます。アメン。アメン。アメン。街中、
それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、イエス様はデビッド・テイラー氏に言いました。これから、アジアを変える、アジアを祝福する。そして、イエス様はその日本に、日本にこれから来られて、日本のリバイバルのために、日本のリバイバルのために何かをしてくださるということです。何をしてくださるか分かりません。しかしまず、雲にですね、神様の顔が、出ると聞きました。期待しましょう、日本の空に、雲の中に顔が現れる。それを皆さん期待しましょう。昨日はですね、昨日は終戦の日で多くの人は黙祷してしまいました。それは非常に良くないことです。非常に良くないことですが、多くの人はそれを知りません。その偶像崇拝の忌まわしさを知りませんが、しかし、私たちは賛美をし、礼拝をし、対抗しました。偶像崇拝に対抗し、私たちは、偶像崇拝に対抗してイエス様を礼拝しました。昨日は霊的戦いをしたと信じます。今日もそうです。今日もですね、11時と6時礼拝します。礼拝します。そのイエス様を礼拝することによって日本は勝利すると信じます。桃花さん、私も神様が雲に現れること楽しみです。期待します。ゆうさん、最近早朝の散歩で空の雲を気にしているのは何か予感があるからのでしょうか。実は私もそうですね。私もですね、最近よく雲を見ます。なんか綺麗ですね。最近の空は綺麗ですよ。スモークの時はあまり雲が見えなかったと思います。最近は朝焼けも綺麗だし、夕焼けも綺麗だし、昼間の夏の雲はとても綺麗ですね。首をですね、こうやって動かすというのはやっぱりこう歩くときに あれで歩くんでしょうね。バランスを取るんでしょうかね。最近は本当に空が綺麗です。雲が綺麗です。何か神様が私たちを祝福しているように感じます。綺麗な空が綺麗になってきたと思います。ヒットさん、昨日集会を少し見てたら韓国の旗も振られてました。そうですね、ジーザスレンジではですね、イスラエルの旗、韓国の旗、中国の旗、日本の旗が振られてましたね。わお、風が強い。スマホが1個落ちました。いやー、すごい強風が落ちました。すごい強風が吹いてきました。甲子園の土は捨てた方がいいですか。まあその偶像にしなければいいですよ。でもまあ捨てた方がいいかもしれませんね。甲子園に行ったというプライドになってしまいます。甲子園に行ったということを自慢してはいけません。それは自分に栄光を返してますね。
自分は甲子園に行ったんだというそういうプライドになっているかもしれません。ゆうさん、朝の散歩の朝日と空の雲を毎日ツイッターに投稿しているので、イエス様が雲に現れる写真が撮れるかもしれません。楽しみです。もし皆さんがその雲を見たらすぐ写真撮ってくださいね。スマホで写真をパチッと撮ってください。そして送ってください。教えてください。それはですね、その神様がその国に来た、神様がその国に来たということを表しています。神様が日本に来る、神様が日本に来る、それの印ですね。マリンさん、こんな強い風に何をしてるんですか。放送してます。電動放送です。母の形見のクロスペンダントを捨てるべきでしょうか。お母さんの形見は偶像ではないと思います。お母さんの形見はお母さんを思い出すためのものなのでいいと思います。しかし甲子園の土はですね、私は甲子園に行ったことがあるという、プライドになってますから、それは偶像ですよね。はい、それではですね、ちょっと早いかもしれません。今日また放送を見てくださいね。Facebook では、Joy Aroma J-O-Y-A-R-O-M-A Facebook では Joy Aroma、 Periscope では J-M-M-I J-M-M-I 朝の11時と夜の6時です。今日2回、これで最後です。ぜひ、見てください。ではマリキューしましょう。今日の放送を聞いて、ああ神様が日本に来るんだ、神様が日本に来るんだ、日本にリバイバルが起きるんだ、これからは日本の時なんだ、これからは日本の時がやっと来た、日本の救いの時、日本のリバイバルの時、日本が、イエス様が悪魔から取り戻してくれる、イエス様が日本を悪魔から取り戻して多くの人を解放する時が来るんだ、多くの人悪魔から救われる時が来るんだ、多くの人が苦しみから救われる、苦しみから救われる時が来るんだと、来るならば私はこれからイエス様を信じて、イエス様を信じて、悪魔の味方ではなく、悪魔の味方ではなく、イエス様の味方をしたい、イエス様の味方をしたい、そういう方はアメンと言ってください。アメン、アメン、アメン。これからイエス様が来られることを期待し、日本が変わることを期待し、イエス様を信じていきたい、イエス様を信じていきたい方、アメン、アメン、アメン。アメン。天の父様、感謝します。昨日は終戦の日にデビットテイラー集会とジーザスレインズで礼拝をし賛美をしました。その賛美で日本は勝利したと信じます。その賛美で、偶像崇拝に勝利したと信じます。偶像崇拝に対して勝利したと信じます。どうぞイエス様、日本を救ってください、日本を救ってください。多くの人は
偶像崇拝と不貧困で、悪魔と交わり呪いを受け取っています。苦しみの原因、悲しみの原因、虚しい原因が偶像崇拝だということを多くの人は知りません。イエス様、どうぞ彼らに真理を教え、偶像崇拝をやめてイエス様を信じると呪いから祝福が来る、祝福が来るということを体験することができますように、信じることができますように。今アーメンと言った方々がこれからは、罪を悔い改めて、偶像崇拝不貧困をやめてイエスキリストの教えを守って、悪魔の味方ではなく神様の味方となりますように、神様の味方をして、これから日本の救いのために働き手となりますように、日本のリバイバルの働き手、日本の救いの働き手となりますように。今アメンといった方々、これから神様の兵士、神の兵士、祈りの勇士としてこれから霊的戦いを始めることができますように、イエス様の教えに従って良いことをすることができますように、それぞれリスナーのその住んでる場所にあって、その地域を祝福してください。リスナーの家族を祝福し、地域を祝福し、そこから、神様の国の拠点が、リスナーが拠点となって、リスナーが拠点となって日本が変わっていきますよ。祝福してください。リスナーを祝福してください。リスナーを祝福してください。日本のリバイバルの拠点としてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん期待しましょう。主が戦ってくれます。イエス様が戦ってくれます。私たちが戦うのではありません。主の戦いです、主の戦いです。私たちはただイエス様に協力し、イエス様の仕えて、それぞれが一致して協力して、私たちが協力して心を一つにして主と共に戦っていきましょう。それでは皆さん、11時と午後6時、集会でお会いしましょう。また明日の朝、多分7時に放送できると思います。それじゃあ放送の時にシャローン、ありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン、良い一日を、良い一日を、シャローン。